大鵬45連勝の相撲をダイジェストでご覧いただきましょう。小結前の山戦です。もろ差しになりました。右からすくった大鵬、大鵬の勝ちです。すくい投げの勝ち。対高見山戦、下がった、高見山突っ張った、大鵬左出し、左からすくった、すくい投げ、豪快なすくい投げ、大鵬の勝ち。小結若二瀬戦です。仕上がりました。右から押っつけた若二瀬、右上手、そのまま浴びせ倒した、大鵬の勝ちです。対長谷川戦です。突っ張り合いです。大鵬ちょっと引いた、差して争いです。相手の高いなを抱えている大鵬、右から押っつけた長谷川、左四つ、下手も引いた大鵬、大鵬いい体勢です。右上手は引いている。大鵬寄ります、寄る、寄ります、寄り切り、大鵬の勝ちです。関脇清国との対戦です。立ち上がりました。差して争いです。低い体勢の清国、押しました大鵬、大鵬叩いた、叩き込み、大鵬の勝ち。時葉山戦、立ち上がった、右から出ました大鵬、左からすくった、右から上手投げ、上手投げ、大鵬が勝ちました。桁繰り得意の貝の山戦です。仕上がった、手返し、貝の山、大鵬残している、もう一回手返し、右から押っつけている貝の山、もう一回手返し、大鵬出ます、大鵬出た、押し出し、大鵬が勝ちました。大関豊山との対戦です。大鵬左を刺しました、もろ差し、そして前出ました、大鵬前で寄りました、寄る、豊山残す、大鵬寄る、寄り倒し、大鵬の勝ちです。小結六つ嵐との対戦です。左を刺しました、大鵬左四つ、六つ嵐釣りました、大鵬が今度は釣りました、大鵬釣り出し、大雄との対戦です。大鵬出ました、大鵬左をつけ、押した、大鵬押した、大鵬残す、大鵬のドア、押しました、押し出し、大鵬の勝ち。